皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。SnowMan ンメンバーがパーソナリティを務めるラジオ、藤谷プレゼンツ SnowMan の元のまんま、文化放送。3月14日放送会には、深沢達也と向井浩二が登場し、それぞれ出演ドラマの裏話を明かした。深沢達也、10度目の正直、免許取りたい、と宣言。向井浩二、初キスシーンの相手と、 プライベートデートした。スノーマン深沢達也、10度目の正直、で、免許必ず取りたい、と宣言の訳。n a と木梨憲武のダブル主演ドラマ、春になったらフジテレビ系、に、尚 a ふんするヒロイン、椎名瞳の大学時代からの友人、岸慶吾役で出演している深沢。クビーボアーこんにゃく、で簡単に取れる。 自宅で1分伊藤家の裏技に業界激震、PR 作中には車の運転席に座るシーンもあるが、深澤自身は長年、今年は免許を取ると言い続けているが全くその気配はなく、スノーマンの公式 YouTube で公開されているドライブ企画では、助手席や後部座席が定位置となっている。そのため、ドラマを見たリスナーから、思わず、え、無免許運転。 と叫んでししままいました。ドラマだったら運転する姿を見れるのと私はもうパニックですという感想と撮影中のお気持ちをお聞かせくださいとの質問が寄せられた。これに深澤は実際はもちろん運転してないと説明しつつそのシーンの台本を頂い,いた時に正直めちゃめちゃ迷ったと告白。 スノーマンファンは深澤が免許を持っていないことを知っているだけに、やっぱ作品に入っている以上、深澤を消したかった、そうだ。しかし、そんな思いとは裏腹に、ドラマが放送されると SNS 上では、運転できないのに運転席から出てきた、わら、良いシーンなのにフッカが運転席から降りてきたり乗ろうとするだけで笑けてしまう、などと、素の深澤と役を重ねるファンが続出することに。 本人はそうなることを予期していたようで、撮影にあたって、すごく迷いました、と繰り返し、今までは身分証明書にする意味でも車の免許を取りたかったものの、ああいうシーンが来たときに皆さんが、作品に没頭してくれたらいいなと思って、免許を改めて取らなきゃって気持ちになりました、とコメント。向井か,から、本当に取るんですか毎年言ってますよ。何度目の正直ですか と疑念の目を向けられと、深澤は、もう10度目の正直ぐらい、と素直に認めつつ、次の作品で何かあった時用ように、免許、必ず取りたいなって思います、と宣言したのだった。SnowMan、向井浩二プライベートデートした、初のキスシーンの裏側告白。一方、向井は現在、セクシーゾーン中島健人が主演する、リビングの松永さん、うに、 明るく女性に優しいが特定の恋人は作らない主義のバーテンダー鈴木健太郎役で出演中。今月12日放送の10話では、シェアハウスで一緒に暮らすネイリスト大貫朝子を演じる黒川智香とのキスシーンがあり、ネット上で大きな反響を集めた。深澤も放送を見たようで、お前、やったな。10話、と指摘。初めてのキスシーン 工事もやっぱ緊張しました。撮影は、と話を振られると、緊張しましたね、と向井は即答。複雑な感情を抱いたであろうファンに向けても、健太郎として一生懸命やらせていただいたから、いろんな感情はあると思うんだけど楽しんでいただきたい、と呼びかけていた。なお、撮影当日は一日中、水族館でロケをしたそうで、2、3時間の空き時間に、俺、 本当にあ子さん、役の黒川、とプライベートデートしたのよ。役作りっていうのもあるけど、本当に健太郎として一日歩いたの、水族館を、とも告白。そのおかげで、良い映像が撮れたようで、ラブシーンが初めてだった向井は、最初のそういうシーン、の相手、が本当にあ子さんでよかったと思います、と感謝。そして、いや。 本当緊張したと言葉を繰り返し、深澤は、だってずっと緊張してたもんね、とドラマの現場以外でもナイーブだったと暴露。向井は、何回リップ塗り直したか、一本なくなったかもしれん。塗り直しすぎて、とおどけつつ、素敵な経験させていただきました、と語っていたのだった。この日の放送に、ネット上からは、復活、免許取得報告待ってるよ、という声や、 ちゃんと2人の時間を取ったからこそあの素敵なシーンになったんだろうね。キスシーンの裏話をこんなにすぐ聞けて嬉しい。との声が集まっていた。どこだと思いますか次は CU でした。